スマイリープロダクションの好きなアニメを見始めるとついつい徹夜しちゃう、ちょっと寝不足担当若狭純です。はあ、お前はレッスンの休憩中も新アニメの話をしていたな。あの作品の原作は俺も読破している。平四郎君、ラノベも読むの？ジャンルを問わず読書を趣味としているからな。ラノベの話できるの嬉しいかも。特別にハリネズミの針触らせてあげてもいい？はい。意外と柔らかいな。ユナイトアップ第9話、飛ばないと。